どうも、つぶつぶやです。寒くなってさまざまな多肉たちがその品種の特徴をしっかりと見せてくれているのではないでしょうか。皆さんのご自宅の多肉たちもそれぞれの特徴をしっかりと見せてくれていると思います。売り場の多肉たちはハウスの中が春の温度だったりするのでまだまだグリングリンしているものもありますが、1年をかけて育って冬を迎えたものは特にその見事な紅葉や白くなった葉、もしくはふくよかな葉、白粉、いろいろです。いろんなバラエティ豊かな顔を見せてくれていると思います。ということで今回は夏にはあまりその表情を見せてくれなかった多肉たちの中から一つ新しい品種を紹介したいと思います。それでは楽しんで観察してみましょう。まずはこちら。こちらはつぶつぶ交配では有名なダルマ姫種類。じっくり見てみましょう。こんな感じ。ふっくらとした葉姿がとても多肉植物らしく、見ていてふくよかな、ふくふくした気持ちになります。さらに結構育てやすく、めちゃくちゃ増えやすい多肉植物ならではの楽しみをたくさん教えてくれます。反面、見事な紅葉や白粉といった多肉植物のバラエティ豊かな特徴はややおとなしめ、それでも十分あり余る長所があるのでとても魅力的な多肉植物ではあるのですが、こちらのダルマ姫種類にさまざまなつぶつぶ多肉やさまざまな特徴を持った多肉植物を掛け合わせることによって新たな多肉植物が生まれます。つぶつぶ屋でおなじみのこちらの米、こういったつぶつぶ多肉も元はといえばダルマ姫種類×スプリングワンダー、こちらとこちらを交配することによって生まれたのがこちらというお話です。これが交配種の楽しみ。 1+1 が5ぐらいになってますね。さらにこのスプリングワンダーの特徴である紅葉するが成長するに従い徐々に徐々に現れて、冬はこんな感じからのこんな感じという感じを踏まえて今回ご紹介するのはこちらは、ちょっとダルマ姫種類に交配したのはこちら、エケベリアのデレンベルギーセイヤです。静かな夜と書いてセイヤ。昔に和名をつけた方、多肉植物には素敵な名前がめちゃくちゃたくさんですね。静かな夜と書いてセイヤ、そんな気がしてくるから不思議です。小型なフォルムに幾重にも重なった葉、落ち着いた色合いが静かで可愛らしい夜を演出してくれます。こちらのセイヤなのですが、さまざまな素敵な交配親になっています。エキベリアで最も有名な一つの言えばローラなどがそうではないでしょうか。ローラはデレンベルギー、セイヤとリラシナの交配種。あんな素敵な交配種が生まれるのなら、こちらのダルマ姫種類にこちらのセイヤを掛け合わせることによって、スタンダードでありながら魅力たっぷりなつぶつぶ交配が生まれるのではないかと思い交配しました。生まれてきたのはこちら。どうでしょう、ダルマ姫種類の爪がチュンとチュンと立っております。そしてダルマ姫種類の葉数が増えております。もり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 増えております。さらにグレイッシュ満載だったダルマ姫種類の灰色が若干ホワイティーになっております。そしてこちらがまだまだ若い株、やや成熟してくるとどうなるか。次第に灰色の白さが増し、葉が肉厚でキュッコロッとなっていきます。冬の姿はこんな感じ。どうでしょう、なんとも静かに可愛らしい。清楚でありながら上品で可愛らしく、どことなく古風な和風美人を思わせます。さしずめ城下町の看板娘、そんな感じでしょうか。なのであだ名をおしず、ちょっと江戸風にそう呼ばせていただいております。どうでしょう、このおしず感。それでは続いて
1年間のお手入れ方法なのですが、まずは春から。春は他の多肉同様絶好調。土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげるで大丈夫。日当たりも直射日光になるべく当てて、もり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 可愛いお静を楽しみましょう。梅雨のお手入れ。梅雨は高温多湿が他の多肉たちよりもやや苦手。一般的な普及種でいうと白牡丹よりはやや強いですが、その他のめちゃくちゃ丈夫な多肉たちに比べるとやや葉がパラッとなりやすいです。なのでなるべく水はけのいい土に植えてあげましょう。さらに乾燥気味で育てるのがおすすめ。長雨に当たらないように注意してあげましょう。お水はよほどシュワッとなってない限り控えめで、シュワッとなったらちょろっとあげるで大丈夫。夏のお手入れも同様で、直射日光に当たらない環境に置いてあげて、あとは梅雨同様で大丈夫です。シュワッとなったらちょろっとあげる。そして日中の温度がどん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 高くなっていくので、お水をあげるとしたら夕方以降の水やり、さらに次の日が曇っている日や気温が落ち着いている日にあげましょう。貝殻虫等はやや出にくいですが、やはり気温が上がってきたら虫除けのお薬オルトランやベニカなどを少し足してあげましょう。効果が1ヶ月のものが多いので切れないようにご注意を。続いて秋の手入れ。秋は春同様、そして春以上にわっしょいです。増やすのも植え替えもこの頃がベストシーズン。もり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 おしずを増やして、看板娘だらけの素敵な城下町を作りましょう。夏に遮光していたものはお彼岸あたりから取ってあげて、水やりも土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげてぐん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 育てましょう。この頃リキダスなどの活力剤を入れてお水をあげておくと、冬にとても体力満点になるのでちょっと加えてあげるのもおすすめ。もちろん水だけでも元気に育ちます。最後に冬のお手入れ。冬の寒さへの耐性なのですが、一般的な多肉たちと同じようにマイナス3度以下にならなければ大丈夫。こういった寒性株になっているとマイナス3度でもびくともしない場合が多いですが、一応マイナス3度以下にならないようにご注意を。水やりもよほどシュワッとなってない限り 1,2 ヶ月あげなくても全然平気なので、お水はなるべく控えめで楽しむとこういった株を楽しむことができます。逆に気温が2桁温度以上ある方はややお水をあげるともり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 冬でも育ちます。日に日に可愛くなっていく多肉たちをじっくり観察して楽しみましょう。春まではふっくらつぶつぶ真っ白白の素敵なおしずが楽しめます。それでは続いて増やしていきたいと思います。だるま姫秀麗交配の特徴でもあるめちゃくちゃ増やしやすいをしっかり遺伝しているのでめちゃくちゃ増えます。増やし方は2通り。カットして刺すと葉刺しです。それではカットして刺すためにちょっとカットしたいと思います。ハサミが入りやすいように間の葉っぱを取ってあげてカットします。そしてこんな感じ、下葉を 2,3 枚残してこんな感じです。脇枝が出ているときは下葉をあまり残さなくても大丈夫。3つ取れました。あとは土に刺しやすいように葉っぱを取ってこんな感じ、ポットに土を用意します。こちらの土なのですが、今回は培養土に水はけのいい土が4割程度入っています。夏の高温期がやや苦手なつぶつぶ多肉たちは水はけのいい土を少し足しておくことで夏のバラバラ受験を若干抑えることができます。なのでインインイン、増えました。すごい、もう2個に増えました。さらにこちらの葉っぱは土に刺してもいいしばらまいても大丈夫です。こんな感じ。こちらがしばらくすると切り口がしっかり乾燥し、お水をちょっと湿度をちょっと加えてあげるとあっという間にこんな感じ。春ならです。今は冬で一般のご家庭ではなかなか温度を保つのが難しいと思います。もちろん室内の窓際などではこのような葉差し簡単にできることが多いですが、ベストシーズンは春、暖かくなってからなのでその頃まで待ってあげても大丈夫。すぐ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 どんどん大きくなります。さらにこちらの3つ刺した方なのですが、しばらくするとこんな感じ、根が張って外葉がパーンとふっくらと
広がっていきます。こうなったらしっかり根付いています。もしもこのような完成した白いキュッとなった株を増やした場合も、新しい若い根が出ると一旦このような姿になりますが、これは元気な証拠なのでご安心よ。葉っぱが広がった、どうしようと思わずに大丈夫、めちゃくちゃうまくいっている証拠です。こちらがしっかり水がきれい、根が張る頃にはめちゃくちゃ可愛くなるのでご安心よ。こちらの水やりなのですが、芽や根が出るまではお水をあげなくて大丈夫です。芽や根が少しでも確認できたら、土の表面が湿るほどお水をあげましょう。乾いたらお水をちょろっとの繰り返しで大丈夫。こちらなのですが、こちらもちょっと失礼して触ってみて、根っこが出たな、抵抗を感じたらお水をあげましょう。お水の量なのですが、根の量に応じてお水を増やしてあげる。初めのまだグラグラするなっていう時はお水を表面だけ湿らせてあげれば大丈夫。そして何よりも乾くのが大事なので、しっかり乾いたらまたお水をちょろっとあげるで大丈夫です。やがてこのようにちょっとですね、かわいそうには見えるかもしれませんが、こんな感じですね。株を持ってもグラグラしない、抜けないぐらいになったら、鉢底からお水が出るまでしっかりあげて大丈夫。そして乾いたらしっかりあげるの繰り返しで、かわいいかわいいおしずがもりもり育ちます。ということで、今回はだるま姫修礼×セイヤ、あだ名はおしずの魅力と1年間の育て方、増やし方をお届けしました。寒い日がやや続くおかげで品種の特徴がめちゃくちゃ出ているので、寒いうちになるべく品種紹介楽しんでいきたいと思います。なのでよろしくお願いします。